はいどうも、全力絶叫 YouTuber B モレルです。これ去年なんすわ。このオリックスの今のチーム状態、これも2020バージョンなんすわ。もう今試合を見てる感じ、今日山崎福也投手めちゃくちゃ良かったよ。本当に100キロいかないカーブ、そして140キロ手前のストレート、この緩急使ってコントロールもズバズバと、しかもテンポのいい球数も少ない、気の付けどころのないピッチングです。福也投手はもうこれは今日勝つしかないと。去年もこんなこと言った気がするわ、どうだ本日打線、まずね、宗選手がいないですわ。宗優馬選手がいないっすわ。なんでか、まあ、体調不良らしい、体調不良。怪我とかじゃないから、まあ、長期離脱ではないと思うんだけど、まあね、この、打線ね、正隆選手がもともと離脱してる。この福宗正杉とか言って売り出してますけど、もう、宗正がいない。もう半分いないっすわ。福杉だけなんすわ。2番に入った北亮太選手。まあ、北選手もね、本当に将来性はありますけど、まだやっぱりその、荒削れない部分は。どうしても、福宗正杉に比べると見劣りしてしまう部分はあると。そして3番、あだっちゃん。あだっちゃんもちょっと、最近ちょっと調子が落ちてきたという感じですけども。これ2回にね、福也選手がもう事故みたいな一発です。昨日もホームラン打たれた。パンチャーしてくれよなあ。先生のスリーランホームラン、本当にこれだけ、本当にこれだけなんですよ。それ以外はもうサチエとし何も危なげない。もうこれ結局8回まで行ってるんですよ。8回途中までもうほぼほぼ完投というところでね。さあこのサチエ投手の好投にさ、打線はどうなんだいと。もうこれね、今日本当に打線のいいところマジでこれだけ、杉本裕太郎選手のホームラン、この1点だけ。今日3対1というスコアですけど、この入った点はスパンジーのホームランとラオウ選手のホームラン、これだけ。サチア選手が好投、そしてラオウ選手が一発、その1点のみ。ラオウ選手のというところを吉田正尚選手という風に入れ替えれば、去年にそっくりそのまま当てはまるんですよね。一緒です、本当にこれ。だからサチア投手無援護、勝ちつかず、そしてこの辻本選手の周りを固める、ところ、この下位打線本当に。伏見トライ選手は今日ヒット打ってくれたんだけどね。もう、7番に入った、スティーブン・モーやスティーブンマジでやばいぞ、これ。スティーブンマジで、全然打たへんぞ。本当にこれ。いや、俺、モヤ選手めちゃくちゃ好きなんですよ。だって、モヤ選手やる気めちゃくちゃあるぞ。今年の1月、この、こういうご時世で、なかなか外国人が来日できないというね、入国制限とかで。それを見越して、もう、お正月から日本に来るという、すごい今チーム愛、やる気のある選手なんですよ。だからこそ俺、モヤ選手を、本当に大好き、もう、めちゃくちゃ応援したくなる選手と思うんですけど、だからこそ、この今のスティーブンの姿を見るのは本当に悲しい。もう、どのコース来ても打てない。もう、高めも低めも。本当にこれ、スティーブン、これ来年おらんぞ、このままやと。いや、俺、スティーブンマジで追ってほしい、来年。やっぱ、ジョンジーとかね、ラベちゃんも来年いるんかな、わからんけど。で、ピッチャーだったら、ヒギンス投手、あと、バルガス投手も来年追ってほしいよ。やっぱその外国人枠の争いは熾烈なところなんですけど、その中でもやっぱスティーブン、モヤ選手にはちょっとやっぱ、そこの一角を俺は担ってほしいかな。だから、本当に今のスティーブン、ちょっとまずいです。これ来年折れないです。結局、あれですよ、選手と一緒。山本由伸選手でカードの初戦を金曜日取って、で、土日で、もう、死んだ。負け越しですよ、結局。それをもう、何週連続やってる？しばらくカード勝ち越しないんじゃないかな、こんなことやり続けて。そりゃね、こんなことしてたら、優勝遠ざかりますよ。ラオウ選手はこのスイングに一辺の悔いないかもしれないですけど、B モレルはこのシーズンの終わりには、この退職に、ね、0.5 辺ぐらい悔い残すかもしれんぞ、これ。もう本当にちょっと、優勝するよな。な。するよな。信じるで。俺は信じてるから。最後の最後まで信じてるからな。スティーブン頼むぞ、スティーブン。あと、シュンチェル、早く帰ってきてください。シュンチェルのが心の支えです。お願いします。本日の他球団。まだ日山勝ってるっすわ。今川選手にね、プロ初安打が初ホームランというね、おめでたい一発で。これ3対0。
俺縦の投手も無失点でね、最後杉浦選手、あのホークスのビーモレル天敵オールスターズ和田投手を普通に打ってるからね。日ハムは、日ハムが強いねこれ多分ね。ホークスが弱いのではなくて日ハムが強いと思ってるよ。日ハムオリックスにも一勝も走ってくれんかった、多分日ハムが強いんじゃないの。これはもうリミッター解除しにかかってると思う。これ日ハムがこのパリーグの鍵をマジで握っとると思う。ロッテ大楽天、ロッテ3連勝です楽天に。負けませんあのチーム本当に。先発覚醒からの打線は相変わらずのもう暴力的な破壊力、うん、今日も普通にアリス打ったのよ。寿司ボーイがレアード選手がまだホームラン打ってんのよ、うん、これで結局オリックス負けたことによって2ゲーム差です。ロッテと2ゲーム差に離されました。マジでもうあのチームはここに来てマジもうトレントジャーイ、そうよマジで2ゲームも開いたよ。こっから先オリックスが勝ってもロッテが負けてくれないと縮まらないの。あのチーム負ける気配ないぞ本当に。でオリックスのこの神戸での1勝1敗1分けがもう本当に良き変動してる。あそこ増高選手がいれば3立てしてたんだけどね。まあそれを考えるとまあまだ直接対決で叩けばワンチャンか。まあうちにはあのロッテ天敵のラオウ選手がいるからね、うん、だからもうあれか、直接対決で叩くしかないということかロッテは。うん、マジでもう月末の震えて眠っとけとロッテさん。まあ何をあの調子に乗ったことを言ってるのかと思われるかもしれないですけど、もうこっちはねもうそれぐらい強くね、ビッグマウスでいかないともうね持たないですよ。震えて眠れと、震えて眠れ。今日のここで島内、3打数のノーヒットですけども、島内選手今日守備中にあの落ちてきたゴミを拾いました。島内選手、これはナイスプレーですね。ファインプレーです。ここで島内掃除の時だ。